タートまで10秒切ります。5レース予選競争、インコースから1番2番3番ダッシュが4番6番5番です。予選競争第5レーススタートしました。凄まじい勢いで5コースから飛び出していった6号艇堀之内、うちは抵抗したいが一気に行く、いやよいやよ、もう堀之内一気にまくった、くるっと回る1号艇に3号艇ついて回った、懐切り込む2号艇鎌倉亮も一気に攻めてきた6号艇堀之内、堀之内京子先頭で2番手は3号艇池田、その内側から2号艇の鎌倉亮、後方3艇は1号艇4号艇5号艇続いて2マークの旋回スタート正常です。そっちに持っていくのか、それともこのまま行くのか。そうですね、ちょっともう一回行くかもしれないですね。ちょっと今だいぶ悩んでます。はい、その一番ネックなところはどこですか、はい、そのこのまま行く、はい、あもうね、このまま行くネックって、うーん、そうですね、バナレーとか。あ、バナレーはもうもちろん、はい、もう全くないですね。はい、もう多分全部6コースになるんで、はい、うん、その辺とかスタート、うん、まだまだちょっと試案が、ね、まだ叩き替えたらもう絶対もう戻れないんで、はい、ゲージもないし、はい、はい、12レースまでの時間をかけてそうですね、はいはい、でも期待してるファンが多いと思いますので、はい、ファンの皆さんに意気込みお願いします。はい、ビギナーズラックでなんとか1着取れました。ちょっと後半も様子見てください悩ましい悩ましい一択になりました。はい、6号艇堀之内選手でした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。田口節子と堀之内清子が人気を集めるファイナルメニュードリーム戦です。1番2番4番5番6番3番です。ドリーム戦第12レーススタートしました。1番3番ドーンとチルトバックスタンドのグッグッグッと出ていく出ていく伸びる3号艇教習行き豪快に仕留めた3号艇の堀之内清子、くるっと2号艇2コースからさっさ2号艇の魚谷香里、5号艇の土屋みなみが現在3番手、一瞬回って近づく2号艇、この辺りから加速力満点、堀之内を抑え込む。シリーズ初日ドリーム戦12レース1着3号艇堀之内清子先生、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まくり連勝です。そうですね、はい、びっくりしてます、はい、2つ目のキューピートとお持ち帰りいただきたいと思います。はい、はいはい、ありがとうございます、はい、さあでは早速レース振り返っていきます、はい、このレースは勝てるか心配でしたね。あ、そうですか、はいはい、まあそんな中ですけどここもまくって連勝です、はい、さあ明日以降、はい、まあ、内枠も回ってくると思うんですけれども、そうですね、はい、またちょっと悩ましい。そうですね、本当に悩ましいですけど、はい、はい、うん、いい悩みかもしれないんで、うん、はい、今日は寝れそうですか。いやそうね、本当にちょっと、はい、しっかり考えたいと思います。はい、わかりました、はい、ではまあ明日の戦いに向けて皆さんにメッセージお願いします。一皮むけれるかもしれません。はい、明日からも応援よろしくお願いします。はい、注目が集まると思います。12月ドリーム戦勝ちました、はい、3号艇堀之内選手でした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。第4レースの予選競争スタートまで10秒切りまして、インコースから1番2番3番4番6番5番です。予選競争4レーススタートしました。4コースからトップタイミング4号艇の幕夏美、その内側から先に行きたい3号艇ですが、6コースから5号艇堀之内も伸びていく、先に行く3号艇の滝川真由子、堀之内がさらに外を回った、間へ6号艇回っていった竹井理香、内側には4番1番くるっと回ってバックへ入っていきましたが、先頭には3号艇滝川、2番手は外5号艇堀之内、内側から4号艇の幕夏美で2マークの旋回、第4レーススタート正常です。ハイアウトに1号艇の堀之内、インコースから2番3番4番助走を取りながら5番6番1番です。
予選特選競争の第11レースです。スタートしました。6番1番あたりが交代人数、2号艇もダッシュが効いた1番1号艇ググッと出てくるが、6号艇の清水が止めに行こうとしたが、1号艇おっとふわふわしている、くるりっと2号艇の伊能夏樹のイン逃げ、バックへ次々に入りました。2号艇の伊能が踏ん張りました。そして2番手の水は三浦恵里が結果的にはうまく運んでいるか、6号艇インコースの清水。角に池田、インに勝浦、堀の内は5コース戦です。第4レース、スタートまで10秒切りました。インコースから1番3番4番5番2番6番です。予選競争4レース、スタートしました。5コースから凄まじい飛び出し、2号艇の堀の内さあ伸びて一気にまくっていく、1号艇勝浦がこれにブロックに行ったが伸び込んだ、2号艇堀の内内をついてきた、3号艇さ少しボートが暴れて再打ちついた、6号艇沼田七香バックへ入っています。先頭は2号艇堀の内、2番手1号艇勝浦の内側から6号艇沼田追いついてくる、3番4番手から3号艇の津田博へスタート正常。まあ多分後半はこれで行くと思います、はい、あとエンジンとかかもしれないですね、はい、またちょっとそうです、ね、考えながら、そうですね、だいぶ考えながら、ね、はい、わかりました、はい、後半カード12レースに向けて皆さんに意気込みお願いします、はい、昨日は1号艇ですいませんでした。またあなたのファンの方はちょっとずつ買ってみてください。第4レース1着は2号艇、はい、堀之内選手でした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。両前となりまして1番2番3番ダッシュ5番6番4番です。第12レース、スタートしました。4号艇フルダッシュ決まったか、5号艇もパンチあるが1マークでありますが、スロー3艇グググッとチルトサンドマックス、1号艇が抵抗するもまくり切りました。恐れ入ります4号艇の堀之内京子、くるっとうまく2号艇入り込んできたか、バックに入ったが2号艇コンパクトに回ったカナダ、そだ4号艇の堀之内若干覗いてくるインコースから、3号艇の三浦入り前提スターター正常、2号艇のカナダがトップターン、4号艇変化を加えていきますが出足の差で2号艇突き放すカナダ。後半戦トップガード進入固定戦競争であります。2秒1秒、スタートしました。3号あっとこれは非常に3号艇厳しいタイミングの松尾さとみ、1号艇ブロック、4号艇果敢に行く角まくりから4号艇バックに入っていったんですが、残念ながらスタート問題があります。お知らせいたします。3号艇の松尾さとみ選手がフライング、3に関する投票権はすべて返還されます。風はさほど感じない清水面が舞台で一般独占11レース、1番2番3番4番6番5番です。一般独占第11レース、スタートしました。1番5番と2人が好タイミングでありますが、ダッシュ5号艇も6号艇に成功されて、さあ1号艇この間に田口、4号艇先に動いた、4番5番あたりがさあ競り合った状態からコンパクトにくるっと回したところ、6号艇切り込む三浦恵里、足を生かして迫ってくる、イン主導権で堂々と運んで1号艇シリーズリーダーの田口節子、前提スターター正常。第5レースの一般戦スタートまで今10秒切りました。
人気割れ加減でインコースから1番2番3番5番6番4番です。一般戦第5レーススタートしました。トップスターター5コース6コース01か際どくいった堀の内清子一気にまくったくるりと回る1号艇に3号艇握って続くくるりと回る4番5番4号艇は少し前が詰まってバックへ入ったまくり炸裂6号艇堀の内すぐ後ろから3号艇と1号艇相当から細川内から森岡さらに2号艇5号艇差を詰めてくるスタート正常さあ誰がスタート決めきるか当然フル出しを狙いたい1ルート3度の堀の内1番3番4番ダッシュ5番6番2番です。2つ目の準優勝戦第10レーススタートしました4号艇の清水がトップタイミング質のいいダッシュ一撃まくり力強く4号艇の清水網引き付けてまくった5号艇マークで5号艇の宇野弥生切り込んだバックに入ったまくり出した5号艇の宇野弥生先に攻めた4号艇の清水網5番4番混戦状態の主導権争い前提スターター正常3号艇の川野が現在3番手大外6コースがチルト3度の堀の内堀の内清子が6コースです。枠番通りの3対3変わらず水面は非常に穏やかスタートまで10秒切った第6レースの一般戦インコースから1番2番3番4番5番6番です。一般戦第6レーススタートしました。イントリコースがスタートで先行する形でしたが6コース堀の内が伸びていく先に回りたい1号艇池梨の6号艇堀の内京子がまくっていったくるりと回る2号艇4号艇4番3番の真ん中へ5号艇が入ってきた北村ねねバックへ入っていきました。なんとか堀の内が先頭にいますが内側から追いついてきた4号艇の戸敷外へと開いていく2番と1番さらに5号艇の北村ねねも迫っていきました。2マークの旋回スタート正常抑え切った堀の内が先に待っていく外に切り替えた4号艇戸敷がその懐へ切り込んでホームへ折り返していくトップ争いですが6号艇堀之内清子が前2番手が4号艇シリーズはいよいよ大詰め佳境を迎えてまいりまして選抜戦10レースまもなくスタート10秒前となります1番2番4番ダッシュ5番2番6番です。選抜戦競争第10レーススタートしました。2号艇トップタイミンググググググッと手前から1番伸びる時のピッチング現象出た堀の内一気くるりっと残す1号艇の三浦恵里3号艇前が下がり1号艇出足で絡んでくる1号艇捉えたかまくられ残しから1号艇の三浦恵里3番テラスイは3番6番激戦状態スターター正常まくったはずだった2号艇堀之内もグリップ効かせながら1号艇絶品ターンから1号艇の三浦恵里が踏ん張った残した切り込み2号艇の堀之内ですが出足の差では1号艇の三浦恵里3番手は6号艇の小賀千秋1番2番6番が上位を形成であります。